18日って何？え、何？18日って何？え、18日って何？何の話？カピバラミキア君、バラありがとう。明日の準備は万全ですか？もう決まりましたよ。もう決まりましたよ。もう決まっております、服。うん、なんかそう、セーラー服じゃないんですけど、あ、リアルお話し会か。はっ、18日だったの。私ちょっと待って、知らなかったごめんなさい。うん、おめでとうゆうきさん、さくらんぼありがとう。そう、暑くて私もさっきエアコンをつけました。さっき、明日の準備は万全。でもなんか歩きやすい靴がいいのかなって思って考えてるけど、まあ歩けたら何でもいいよね。歩けたら何でもいいよね。そう、セーラー服じゃダメで、もしセーラー服で来る予定だった人はマジでごめんって感じ。大丈夫かな。でも私の代わりにセーラー服で行って。関東、それか。にゃんちゅうさん、ありがとう。ありがとう、目が痛い。ありがとう、絵描きのくまさん。ぼやっきーさん、かわいい、ありがとう。関東か。あ、ハリーさんいる、ハリーさんいるタワーのお礼をします。ハリーさん、わあ、餃子ファン。へへへ、餃子食べにおいでませ。また話しましょう。気をつけて来るんだよ。あ、あのタワーありがとうございます。タワーのお礼です。 PS、 ツイッターありがとう。チコチコありがとう、ハリーさんよりもの酔い、頑張れ、軽いサンダルでいいと思う。え、もう全然サンダルとか持ってないからさ、歩きにくいかもしれない。どうしよう、大丈夫かな。こんばんは。あ、今日は工藤さんのショールームに間に合った。来てくれてありがとう。うん、関東対戦よろしくお願いします。お願いします。ん？わあ。こんばんは。プールに落ちますか。するのやばいな。ちょっと待って。確か、確かに。フォーユーさん、 GG ありがとう。今日はお顔見れてごめんなさい。そう、昨日はそう寝て疲れてママ餃子ありがとう。こちらこそ、たぶんありがとうございました、ハリーさん。じゃあママ餃子をぜひ食べにおいでませ。水族館楽しむね。うん、18日当たってた、おめでとう。そう、タワーありがとうございます、ハリーさん。ありがとう。あ、ハリーさん、ありがとう、ありがとう、ありがとうね、ありがとう。気をつけて、車酔い気をつけて。うん、かばちそうに。頑張れ。タチヤポン、かわいい、尊い、ありがとう。人生方向にかわいいか、ハッピーセット、皆様ありがとう。ポーラーベア美味しいよ。あ、明日も食べたいし、明後日も食べたい。ありがとうございます。こんばんは。クロさんはいるかな。クロさんにもタワーのお礼したいけど、クロさんはいないかな。クロさんはいないかな。いない。いたら返事をしてください。いなかったら、いなかったら、あ、いた。あ、角さん、バラありがとう。ゆきらさん、ゆきひらさん、ハートありがとう。ありがとうございます。食べながら遊び、え、明日食べていいんですか。クラゲのアイスとかタコのハンバーガーとか食べたいけど、どうなんだろう。え、ポーラーベア並んでたんだ。そうなんだ。クロさん、タワーありがとう。バタバタ配信をした日にでしたっけ。ありがたや。
方が何者なのか明かしてね。 PS わーいわーチコチコありがとうありがとう黒さん、ありがとう黒さん、ありがとうありがとう、こちらこそありがとうございますじわるわーいわー面白い。黒さんハートありがとう。え、明日タコのハンバーガー食べたいな。私さ、タコの唐揚げすごい好きなので食べたいな。りょうじいさん花びらありがとう。人生方向おじさん花びらありがとう。りねちゃんがメールに書いてくれてたの嬉しい。こちらこそだよって返信しといてフォーユーさんハートありがとう。しらすの何かってうろ覚えにも程がある。ありがとう黒さん、ありがとう、ありがとうございます。どうぞ、まはは人生方向音痴さん花びらありがとう。そうフォーユーさんハートありがとう。読んじゃう2回目も。そうタコのハンバーガーとかあるんですよ。おーすごい黒さんすごいすごい黒さん花びらありがとう。大量だよ大量だよ。明日の髪型も考え中。ありがとう黒さん、明日の髪型も考え中。髪の毛を巻くか。でも雨ならもう巻いても取れちゃうと思うのでストレートで挑むか考え中です。またまた読んでくれて嬉しい。お礼もちろんちゃんとしますよ。もちろんさ。どんな髪がいいのかな。こんばんは。やすべえさんお疲れありがとう。どんな髪型がいいかな。雨降るの悲しいな。晴らすよとか言えないし。ハゲちゃう。かわいい、ありがとう。ありがとう。ありがとう、尊いとか、手紙とか、結婚して。なんて返そう。結婚して、結婚。養えるんですか、私のこと。アイスもありがとう。ありがとう。宮島りんどんって何？宮島りんどんなんてあるの？何がある、どんなのがあるんだろう。なかなか来なくてもいい、大丈夫だよ。忙しいよね。わあ、クロさん結婚して、そんな熱烈に10個も。ウォークインクローゼットのある家に住ませてくれるんですか？すごいすごいあれだよね。すごい具体的に。ウォークインクローゼットのある家に住ませてくれるんですか？ピーマンさん花びらありがとう。ありがとう。養い合いましょう。それはもう共働き、うんね、あ、プールもつけてくれるの今夜も可愛いですか。恥ずかしい恥ずかしい。いやそんな。ヒデキンガーさん結婚して、果樹園の庭が果樹園ですか？結婚後のプランは庭は果樹園ですよね。面白い。結婚は人生のゴール、そしてスタートでもあるの。いやわかんない。
どうなんだろう、一番の幸せとか何なんだろうな。きっとヒロインなら綺麗でおじさまにちやほやされるんでしょう。カピバラミキア君結婚して、え、庭に池とか作って白鳥飼ってくれるんですか。庭は古墳です。やばい、誰、先祖、先祖、先祖の古墳であってそう。お帰りの中、お帰りの中、タコハンバーガーは超結構行った先にあると思う。え、でも明日回れる、全部回れるか不安ですね。制限時間内に、制限時間内に回れなかったらどうするんだろう。工藤さん早く進んでください、スタッフさんに。工藤さん早く進んでください、工藤さん、工藤さん。え、宮島水族館を回るだけなのかな、間に合わない。え、タコのハンバーガー食べたいし、クジラのアイスも食べたい。クジラじゃなかった、間違えちゃった、クラゲ。ホタテちゃん似合う、ありがとう。似合う、似合う。18日のお話し会、服と考えてる。横浜が庭、え、ハムスター飼ってるので勝ちです。でもハムハムはいいね、うん。まあ、時間制限とかあるじゃないですか、もちろん他のお客さんのご迷惑かけないようにとか。ジョジョ園の弁当で怒られた工藤さんですか。どうなの、え、まあ怒られたよね。いいねのギフトと間違えた、ごめん。いや、そうだよね。似合うって何がって何の話ってなったもん。いいね、ありがとう、いいね。面白い。工藤さんセーラー服、工藤さんセーラー服着てこないでください。そうそう、さすがにそうだよね。だって、え、待って、もうこんな時間、え、びっくり。いや、でもさすがにそうだよね。だってそうだよね、さすがに、さすがにセーラー服は違ったよね。ジョジョエン弁当、え、どうなるんだろう。私一応お財布持って行った方がいいよね。明日って私お財布持って行った方がいいよね。みんなに買ってもらおうとしてる私。宮島りんどんはカキフライ、焼きアナゴ、ジャコが乗った丼。お、ジャコ、ジャコ、もしかして、もしかしてシラス、ジャコ、シラス、ジャコ、ケンタッキーさんペンライトありがとう。レッスン着でいいの。あ、私お財布忘れちゃって。そうしよう。ファンが学生服で行くのはありなんじゃない。ありだよ、自由だよ。私もとびっきり、え、ピンクのワンピースにを選びました。あまあまで行きます。あまあまで行くので皆さんびっくりしないでね、びっくりしないでね。
絶対びっくりされちゃう気がする。えリコチ、リコチ気合入ってるね、リコチ、あリコチははリコチってなりそう、みんな。いいな。あ、クロさん花びらありがとう。あざとくおねだりすればきっと帰る。チコ食べたいなリコこういうの食べたかったんだよなこんな感じかな。スイートリコチ、スイートリコチ大丈夫かな。でもそんなピンピンピンクじゃないから、ピュピュピュとかじゃなくピンクです。あリコチって、どうなっちゃうんだろうワンちゃんみんなより背が高くなっちゃうかも、ヒールで。わかんない、確実に背高くなりそう。あ、俺ならカウンターってチコお腹空いちゃった、朝ごはん何も食べてないんだよねやばいでしょ。ヒールなの？うん、ヒールで行くけど、もう足痛くなっちゃったらどうしよう。しかも半袖だから寒くなっちゃったらどうしよう。しかもカーディガンを持ってないから、ジャージしか私ないから、さすがにジャージ羽織れないしってなってる。イクゴぴょんぴょんかわいい、ありがとう。え、買ってくれる、優しすぎない？ヒールなの、どう思う？しかも厚底なんだよね、私厚底のヒールしか持ってなくて、サンダルとかスポーティーなのしか持ってないから本当に。しかも断捨離とかして一つだけ残したヒールなの、サンダルヒールっていうか、どうなっちゃうんだろう。きっと黄色いんなら綺麗なおじさまに黒マジ使って、あ、押してくれる気合入ってフリフリ付きでスカートは三段重ね、レースの手袋して、あ、レースの手袋にしよう。あ、待って、もうこんな時間、レースの手袋をつけようかな。背中には羽、いいじゃん。ジャージでいいの？知らんけど。え？え？キヨニー花びらありがとう。何でも買ってくれるの？やばい、もうこんな時間だ。ワンピースにヒール、めっちゃ女の子じゃん、かわいい。そうだね。そうだね。ありがとう、優しい。そうだね。きっとみんな200センチぐらいあるから大丈夫だよね。どうなっちゃうんだろう。私髪型何がいいかな、まだ決まってなくて。赤いピンフィーピンフィー Give me a touch Give me a touch Give me a touch。 やばいやばい、もう行かなきゃ、シンデレラなの私。あー39位から、玉木さん、貝柱さん、にゃんちゅうさん、加藤さん、アムトンさん、タラリンさん、ヌラさん、ゆうきさん、やすべえさん、ホタテさん、ゆきひらさん、ふさかなりん、おりゅうさん、たつやぽん、ぽうゆうさん、カピバラミキヤくん、ひまわり29さん、のりみおさん、CO2 さん、もびさん、すーさん、としきさん、だんけうどんさん、みやてぃさん、ぽむさん、くじまりちゃん、くにちゃん、きおにいさん、ぼやっきーさん、ピーマンさん、ちゅうちゅうさん、くぼずんさん、なべさん、りょうじいさん、そして本日の秋元先生役は、ひできんがわ先生です。ありがとうございます。はげちゃん、そして人生方向師さん、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェーンズ。第3位は、つのさんでした。つのさん、ありがとうありがとう。そして第2位はハリーさんでした。ハリーさんありがとう。ありがとう。そして第1位はクロさんでした。クロさんありがとう。ありがとうございます。ありがとう。みんな見てくれてありがとう。え、私絶対明日寒くて鳥肌とか立ってるかもしれない。みんな許して。あ、リコチと鳥肌立つんだ。リコチって鳥なのかな。こっちってなったら本当にごめん。え、一応鳥肌も立つよえ、私鳥肌も一応立つタイプ、ちょっとだけ言ってくやばいね、ちょっと面白くなっちゃった。え、リコチ好きなの
のシュキなのシュキシュキシュキピーだって言っちゃったらもう帰ってこないかもしれないよね。あとちょっと一緒にいよう。汗かくようです。リコチ、あ、汗かくんだ。リコチって、あ、汗かくんだみたいな。こうなったらどうしよう。そうだね、温めてあげるとか全然言ってくれ、おーおーおーってなる。お留守番なんだ、ありがとう。うん、ゆきひらさん最高、ありがとう。シュキなの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 シュキシュキシュキピ、だってあなたにん興味ない、もう分かんない。自立シンデレラ、このままじゃ終われない、キュッドレス脱がせていいよ。